本部の議事を記した正式な記録が作られていなかったことについては、原子力災害対策本部の事務局は経産省の下の保安委員が担っておりますので、大変申し訳なく思っております。当時、特に発災直後、大変緊急的な状況であったということはございましたが、それにしてもできるだけ早い段階でですね、議事をきちっと整理して、意思決定のプロセスが明確に分かるような形で記録をすべきであったと。こういうご指摘は甘んじて受けなければいけないと思っております。できるだけ今当時の原子力災害対策本部は本部員に限らずですね、各省の事務方も含めて相当多くの人数が出席をしておりまして、事務方等もメモを取ってたくさんおられましたので、そうしたメモを最大限集めてですね、それから議事の多くはですね、用意された資料を解説すると説明するということでございましたので、こうしたことについても最大限正確に回復できるようお作業を進めているところでございます。同時に私、その当時内閣官房長官でございました。議事要旨等については当然作られているものという思い込みをしておりましたが、こうした重要なことでありますので、そうした思い込みをせずにですね、確認やチェックをすべきだったというご批判は甘んじて受けたいというふうに思っております。大変申し訳ございません。石井君。今回の事案はですね、報道機関が情報公開請求をして、それで請求したけど、ないと、議事録がないということが明らかになって、こういう問題がはっきりしたわけですね。したがって、仮に報道機関が情報公開請求をしていなかったならば、今でもですね、この公文書管理法違反の状態が続いている可能性は強いわけですよ。その意思決定過程の文書をきちんと残すということをやっていなかったはずなんですね。だから私はね、これはね、後からそれを揃えばいいという問題じゃないと思いますよ。やはり今回の事案は、厳しく責任者の処分も含めてですね、関係者の責任を厳しく問うべきだと、こういうふうに思いますけど、総理、いかがですか。総理、お答えください。岡田内閣副総理。これはですね、私は委員のご指摘、関与の部分、共有するところはございます。ただ、やっぱり事実関係をよく確認した上で、ことを進める必要があると思いますので、まずその作業をですね、しっかりと進めていきたいというふうに考えております。石井君。文書を後から揃えればいいという問題ではありません。これも内閣、政府の姿勢の問題ですからね。このことを言っておきたいと思います。また東京電力福島第一原発の事故による風評被害については、福島の周辺県においても厳しい状況が続いております。私の地元の茨城県におきましては、観光客数の激変に加えまして、新規の企業立地が大幅に減っております。昨年の立地件数は20件ではございましたけれども、5カ年平均の65件と比べますとですね、約3割に落ち込んでしまった。この立地を予定してた企業も、それを先送りする、あるいは解約をすると、こういう事態がございました。そこでですね、福島の周辺県で要望いたしまして、新たに設けられる企業立地促進補助制度について、十分な補助額を確保するとともに、県ごとの配分額を早急に提示をしていきたいと思います。